私の中で一回ね、行ってみたかった場所、そう、モルディブです。皆さんも一度はね、訪れてみたいんじゃないかなと思います。そこで私は今回ね、初めてモルディブに飛び立つことにいたしました。東京からは残念ながら直行便が飛んでおりませんので、どっかしらね、経由しながら行かなければいけません。今回私は羽田空港からスワンナプーム空港に行き、そしてですね、ドムアン空港から再度ですね、飛行機乗り継いでモルディブにマレ空港まで行くことにいたしましたので、そんな様子はですね、8月に配信させていただきます。提供はトリップサムライがお送りいたします。名刺代わりに私の成績をご案内いたします。ウマニティで公開されている私の公式データです。小倉9レースで550万を的中、新潟101レースでは200万円的中、数々のレースを的中し、その後パタヤにて隠居生活。日本とパタヤを行き来しておりました。なぜ移住してたかと言いますと、当たるからです。今年3月より予想活動に復帰しております。チャンネル登録をしてお待ちください。今日はね、6月の17日ですので、今の状態でですね、8月の21日のフライトでしたら、片道 19,053円というチケットがね、まだ残っておりますので、今からでも間に合います。そしてね、ドムアン空港を、9時15分に出発すればですね、もう11時35分には、まあ、4時間のフライトになると思いますけど、ドムアンからは直行便でね、エアアジアが、飛んでおりますので、こんな感じでね、飛んでいただければいいんじゃないかなと思います。続きましてはね、まあ、東京からもしくは関空からとかね、いろんなところから行かれるとは思うんですけど、スワンナプーム空港まではね、今回は、成田空港からね、どんな感じで行こうかというところで、今検索していましたら、エアジャパンがですね、比較的安いので、今一旦ね、お見せしているのは8月の27日で、片道の料金ですね、21,230円からということで出ております。この便でしたら、8月の27日の火曜日、会社が終わってからというわけもいかないかもしれませんけどね、ちょっとまあ早引きしてからでも行かれると思いますので、まあ18時のフライト、そして、22時45分にはね、スワンナプーム空港に到着いたします。到着してからですね、まあ入国審査などをね、受けながら、出てくると、まあプラス1時間ぐらいはね、余裕を持って見ていて、それでもですね、その時間からまたホテルに向かおうと思うと、ちょっとまたね、遠いですよね。まあもちろん、あのスワンナプーム空港にもホテルがありますから、そちらに泊まられてもいいですけど、まあトランジットで泊まるのはちょっとね、もったいないということでございましたら、無料のシャトルバスがですね、あのドムアン空港行きのチケットを提示すれば、このようなバスが来ておりますので、ちょっと時間帯によってね、お調べしてください。遅い時間はいないかもしれませんけど、このバスでですね、そのままドムアン空港に行って、ドムアン空港で、朝をね迎えてもいいですし、バスがなければスワンナプームで、休憩をして、それからシャトルバスが発進する時間でまたね、朝動かれてもいいんじゃないかなというのが空港内でのトランジットですね。次にですね、今回モルディブで、宿泊するね、ホテルの手配というところになりますが、当然ですね、モルディブというのは、たくさんの島でね、構成されていますから、その島の数はなんと1192もあります。これモルディブでね、ちょっと調べてもパッとこれだけ出てきますから、じゃあどこにね、空港があるのかなと言いますと、こちらにですね、モルディブの、玄関口、マレ国際空港がございます。少しね、ズームにしても、まだこれだけね、あの島が見えてきまして、こんな綺麗なリーフもね、見えますよね。そしてもうちょっとアップにしていきましょうか。そうしますとね、真ん中に、マレ国際空港と書いてございます。こちらがね、空港になりますから、もし皆様がですね、このようなホテル、コテージタイプのね、こういうおしゃれなホテルに泊まりたい皆様は、ここから船でですね、まあ、何時間かかけての移動になりますから、そこをちょっと気をつけていただきたいのと、あとやっぱ一泊あたりのね、宿泊料金が非常に高価になります。高いところだともう20万、30万、40万当たり前という世界になりますので、一泊ですからね。そこをちょっと気をつけながら、旅をね、していただければと思います。Google マップ上でですね、この後ホテルと入れていただければ、
大体のね、ホテルの検索ができてきます。ここで、まずね、どのホテルに行きたいかなというところをですね、皆さん検索をしていただいて、それからね、アゴダないし、ブッキング .com だとかというところに検索していきますとですね、実はね、アゴダとかですと、出てこないね、ところもあるんですよ。で、ホテル名を入れれば後から出てくるんですけど、高いところからとかね、この人に優先してって、こう AI でね、コントロールしてますので、まずはね、こちらで自分のお好みのね、ホテルを探されるといいんじゃないかなと思いますね。こんな感じでですね、ぐっとこう絞っていきますと、いろんな料金のね、ホテルが載っております。今ね、チェックしたところが 12,800 円でね、一泊泊まれますから、こういったお手頃なね、金額でしたら、これ一室料金のお部屋になりますので、2名様もしくは、3名様でとかね、いうことであれば泊められると思います。もしくは、まあ4人部屋を探したりとかね、皆さんで行くときは、2つのお部屋を取ったりとかね、いろいろ、できると思いますので、まあこういったホテルを取ってですね、そうすればビーチ目の前ですから、非常に綺麗です。そして、先ほどね、大きなリーフもありましたけど、マレーのね、国際空港のある本島でもですね、とても楽しめるんじゃないかなと思いますので、私は今回ですね、マレー周辺を、旅したいかなと思っております。こちらのホテルをね、ちょっと検索していってみましょうか。こちらですと、booking.com しかね、ないので、あんまりですね、聞いたことがないようなところは予約しない方がいいです。外資系も、アジア系のね、ところですと、取れてないことがしばしありますので、やはり大手の、こういったサイトをね、使っていただければと思います。今回、今これ、ブッキングですけど、このね、マップ上からだと、こう、ちっちゃい画面になっちゃいますから、大きな画面で見たい方はですね、もう一回ブッキングを開いて、このホテル名でね、検索し直すとよろしいんじゃないかなと思います。いつも私はそうさせていただいております。で、ちょっとアゴダでですね、私いつもアゴダなので、アジアはね、非常にアゴダが強いので、アゴダでの操作をね、ちょっと皆様にも、見ていただきたいなと思いますので、こんな感じでね、一旦アゴダは出てきます。そしてここではログインしないでですね、ご自身でもう一回アゴダを今開きますから、ちょっと見てくださいね。そしてですね、今実際にアゴダを立ち上げて、今モルディブで検索しました。そうすると見てください、この金額高いですよね。こんな高い金額ばっかり出てきます。これはもうこういうね、離島です。で、ホテルプラス船代は別ですから、飛行機代ぐらい船代かかりますんでね、そこだけちょっと確認しながらね、安いところで行っていただければいいと思いますけど、割と高いと思っていただければと思います。そして、このマレだったらね、もう空港から移動はね、タクシーだけで十分ですから、それほど お高くはないと思いますのでね。で、こんな感じでね、グレーで出てこないんですよ。で、皆さん多分ね、このグレーになっちゃうと、多分もうないんだなとかってね、思っちゃうんですけど、このグレーの部分をポンポン叩いていけば出てきますし、先ほどでね、お気に入りのホテルがもうね、マップ上で見つかったらそれを直接入力してください。そうしましたらね、ここに、出てきますから、そのホテルを実際にね、確認していただくというような形で、今一応ね、こちらのホテルをちょっと確認しておりますけど、まあ、こんな外観でね、16,000円ぐらいのホテルですから、十分じゃないかなと思うね。海も非常に綺麗ですよね。で、近くに見れますから、ぜひね、こんなホテルを取っていただければ、楽しいね、モルディブの時間を過ごせるんじゃないのかなと思いますね。一つのね、例をちょっと見てください。ここに 16,126 円の島があるので、ここだったら離島でね、ゆっくりのんびりできていいなと思います。ただね、結構やっぱ遠いということ、そして、今ロケーションこんな綺麗な素敵なところなんでね、いいじゃないの、ここ撮りましょうよなんて感じでね、撮ると思うじゃないですか。ただね、私が行く8月の夏はね、雨季になりますから、非常に雨強いです。果たして船で行かれるかというところも出てきます。そして今値段をね、ちょっとお出ししますけど、値段の方もですね、今こちらで 40US ドルが出てきましたから、意外に高いですね。だいたい片道ですね、これ多分一人じゃないかなと思いますけど、ちょっと確認してくださいね。一人、これだけの費用はかかりますから、往復やっぱね、13,000円ぐらいは見といていただき、あとチップとかもあると思います。で、距離がですね、やっぱ20キロあるので、まあそのあたりがね、どうかなと。これは、晴天だったらいいんですけど、雨が降ったら大変ですよというところも付け加えさせていただければと思います。
いかがでしたでしょうか。実際に私は8月にですね、今のプランでモルディブに行ってきますのでね、3泊4日で、もしかしたらこいつらね、連れて行ってくるかもしれませんし、一人で行くかもしれません。そんな様子をまた、配信させていただきますので、ぜひ、またね、ご覧いただければと思います。そして私はですね、8月の前半戦は多分皆さんとお会いしてもあまりね、お相手できないかと思うんですけど、中盤からまたパタヤにおりますから、ぜひね、パタヤでお会いできればですね、パレス、それからバカラあたりでね、一杯ご馳走していただければ幸いでご、ちょうど、お盆の時にはね、パタヤにいる予定でおります。で、その後、シラチャの方にもね、参りますので、ぜひね、また皆さんとお会いできればと思います。うちの娘たちもいればね、皆さんにもご紹介できますから、ぜひね、お会いできればなと思います。一度は行ってみたい場所、モルディブ。こちらはね、アジアですから、アジアの中の、比較的ね、安いエリアと言われておりますので、労働賃金も安いということで、比較的物価も安いのでね、ぜひ皆さんも安いうちにね、行っていただければいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ私の動画をお待ちいただければと思います。チャンネル登録をしてね、お待ちいただければ、その後またですね、バンコク編、それから、パタヤ、シラチャ、その後は、チェンライの方にね飛んで、チェンライ、チェンマイ、そしてゾウと一緒に暮らしてきますから、そのあたりもご覧いただければと思います。それではですね、夏競馬頑張りましょう。ありがとうございました。バイバイ、またね。